こんばんは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 結婚してお答えです3月11日月曜日申し込んだよ3月11日制服のみか <laughs> 応募が始まったんですね <laughs> 知らなかったよ <laughs> 結婚して赤代わりですなに、えー、これ待ってなんかえー、初めて見たくまさんなんかうんどんなあん探偵くまさんありがとうございますこんばんはワンコそばワンコそばやってみたいな お、明日制服の目行きます。待ってます。うわ、これも初めて見たな。なんか、なんだ。なんていうのダイヤルダイヤルじゃないよね。うん。ちょっとわかんないな。なんか。てつ、ありがとうございます。おひなさま、ありがとうございます。2日連続、いつだろう。5、6? 56も56も1 0 1ん ?10 はないんか <laughs> 56か何 <laughs> て言うんだっけこういうのなんか鉄のやつコンペューありがとうございますあれがあれしておーおめでとうございます6日ですねおめでとうございます一緒にお祝いできますねコカのサ再任ムからありがとうございます3月11今日発表されたんだオンパありがとうございますどうも コンペンありがとうございますあうん歯車歯車か <laughs> 歯車ありがとうございますレイモースターありがとうございますジーニに三つ願いを叶えてもらえるとしたら何を願いますかうんなんだろうわからない鉄 <laughs> 縄わりあ、きょりかさんの髪色めっちゃ可愛かったですよね三月始まりましたね 2日間くらい見に来れてなかった気がする嘘そうだっけそうだっけ歯車か劇場でココハちゃんを見れる日が決まるおっいつですか楽しみ3月12日も出るのコこはあ十1112も連続なんだ56も連続でーす エスコ園に入りたいは、ートありがとうございます間違えた歯車だよね3月自己紹介さす。あ、あのね、あのハートのあのサイリムカラーのさよく気づいたなと思ったんですけど <laughs> 順番変えたのは別に特に意図はなくてなんかまあ、そのショールーム内でさその、公式に決めるのはちょっとまあなんていうのこう、不況、不況というか、なんていうの難しいから 公式で順番は決めないけど黄色真ん中にしたら見つけやすいですよっていうのを言ったからそうしようと思ってそうしましたあ,ありがとうございます6日当たっておおマリンさんの生誕ラブマリンズの皆さんが入ると言ったら私は嬉しいですね <laughs> シンブロ候補です了解 さてどうしようか。あ当たったのかこれは。あそう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 、黄色の話してきたから変えた。歯車ありがとうございます。初見、コメントありがとうございます。青、黄色、緑で覚えて。え、最高、それは。真ん中黄色にしておって。おありがとうございます。12、見に来てほしいよ。 何でも気がつくよろしく3月11と12おすすめはえー、っと11が目で12が S だよねええー、分かんないわ、うん、<laughs> かりませんどっちもね <laughs> どっちも結婚してお答えあですオレンジ 怪我ね、怪我ね。気をつけるけどね。なんかそこはね、結構安心してほしいところではあって。今まで怪我をしてきたことがなくて。スポーツとかやってたのに。丈夫な体なんだかもしれない。えー、知ってるよ。座席によるそっか、座席はまだわかんないのか、一旦当たったって感じか、みんな。あー花粉やば。そう、バレエやってた時もね、なんか、バレエができなくなるような怪我はしたことがない。 突き指とかはもちろんあるんだけどそのできなくなる怪我はしたことがないですね両方投げて当たった方あそういうことっ <laughs> ていうかね今日えここはもう不足だよ不足だよ <laughs> 今日配球見に行きました今日配球見に行きましたいやー行けてよかった いやーなんかまあめっちゃ見ようとか思ってたわけじゃないんだけどいやそういうんやんもう今日見ちゃえばよくないみたいなお買い物行っててであー映画館あるんやん見ちゃおうみたいな感じで見ました名古屋でそう名古屋で初映画した「配給めっちゃ面白かった」ってかもう泣きすぎちゃった <laughs> もうね序盤序盤もうほんと序盤にで泣いちゃってそうでもなんかあっという間なんか過去一あっという間に終わった映画だったかもしれない <laughs> 配給6日最前土戦えー、すごくないそれすごくない <laughs> すごっう買い物ついてにやほほーい 一番に鉄道はねほん、ね、当に分かんないのよもうなんか話題に上がらないというか <laughs> だからちょっと分かんないんだよねいやいやここはさマジでさ今日改めて感じた映画はちょっと一人だわって <laughs> いやいや本当にさ映画がってさ泣かなかったことがないんですね自分。 でなんか泣かなかったことがないからか人まで泣きたくないからやっぱ映画は一人だなって再確認しました <laughs> <laughs> ハート歯車ありがとうございますお右側っ6日当たったよ行くよ6日は是非マリンさんお祝いしましょう鉄品めっちゃ楽しくおっよかったってかね最高じゃんね今日入れて。 こん食べてない。二十五分、すご。六日まだ石版。え、なんだよ、出てないのか、要 <laughs> <laughs> あ花粉がやばい、今日。<laughs> マジか。<laughs> 目も鼻もやばいな。 日…いや6日はね振らなくていいのよ <laughs> 6日はね振らなくていいのよ6日はじゃあ振らないでください <laughs> もし来る方がいたらね風強い寒い34日ぐらい仕事あ待ってます待ってます えー、ごめんねなんかこっちでうん使っちゃったみたいなそれはごめん <laughs> グッズセス。わありがとうございます嬉しいいつかはシーセンターおおセンターすごいえ最近ずっと花粉だけどなんか今日結構やばい気がする今年花粉症だからまあ毎年のことではあるんだけどねガンダムガンダム れでガンダム見たことないなまあねユニットねくしゃみ出るよねえー、ちょっとした仕掛け楽しみすぎるんだけどそれは <laughs> 何それクシャって呼んでるのかと思ってた「真冬の寒さなの3日やばいね」 3日ラスト名刺じゃんもう名刺ラスト名刺3日が5日ビーレツおセッターすごいな感謝対策今のとこ何にもしてない <laughs> 今のとこ何にもしてないですサッカーなの雪やば三3日えー、分かんないどうなんだろう わかりません。雨はやばい。あ、そうなんだ。モルターファイナー。いや、もうそれはもう生誕なのでね。もうもうもうモルターンさんファンになっていきましょうよ。<laughs> 寒いよね。 いいじゃないいいですかいいとこ止まっちゃってあそうなんだ何があるのか公園ポンポン投げな、ね、い今年は12期生と花見しますか花見ね確かに花見お花見お花見お花見ね <laughs> あんまり考えたことなかったけど したいですねえ解禁おありがとうございます一番可愛い,いありがとう実家のおシュレット壊れて散財 <laughs> やばお花見したことありますよあるけどもう当分してないかななんかちゃんとしたお花見はえー、名古屋城桜見れるんだ 名古屋城でももう一回行ったからね一 <laughs> 回行ったからお花見ねーお花見ねーなんかもうちょっとあったかかったらねいいよねそう3日がラスト名詞です名古屋城いまだに行ったことないここはもうこの間初めて行きましたよ 車の中いいね車の中がいいかも桜はまだ咲いてない気がするまだ見てない花よりここ半 Thank you <laughs> まだ寒い何年も名古屋行ってるのにうん花見のあと何する花見のあと <laughs> 帰る <laughs> 3日お待ってますよ待ってますよ飯食う場合ないと思 まあまあでもなんかレア感もあるしね締めのラーメン <laughs> そういうことえ6年ぶり嬉しいな6年ぶりがここハでめっちゃくちゃ嬉しい待ってます幕張前後あそうなんだおお手紙書いてくれたの楽しみお酒の <laughs> お酒 考えがないまだないからな <laughs> 明日制服の目だね制服の目目で4日なくて5が制服の目6が S ですそう花粉がねほんとでもさ今日映画見に行ったんだけどさなんかマスクとかせずに。 いたけどなんか耐えられなくなるほどの花粉ではなかったけどやばいねこれからが心配マジで病院行こう寝落ちまでがワンセットいいね幸せじゃんきんぴらごぼうじゃない間違えたコンペータありがとうございますもうやだ間違えちゃうからやだ映画見て一人でご飯食べて <laughs> 一,人で一人休日満喫してた 逆,逆とは逆って何 <laughs> おいすぐ嬉しいよねマジでもう公園めちゃめちゃ出たい人間だからめっちゃ嬉しいんだけど制服の名刺知り確かに <laughs> えか、ー、柑橘系いいんだ食べようかないや <laughs> CD 買ってないなカウント出るよね うわあそうなんだありがとう明日のために今日頑張ってくれて <laughs> 11あ当たれ当たれー <laughs> 明日劇場えっ12期初めて見る本当ですかぜひぜひあのみんな素晴らしいので <laughs> 覚えていただけれたらなと思いますよば呼ばんでない間違えてるだけだから <laughs> 気づくと寝落ち 良い休日。昨日は今日はフルでねちょっと間違えちゃいましたネオ <laughs> ちは僕のとと特許特許離れない体調ね花粉で,でさ体調崩すなんか花粉 <laughs> 別うっココハちゃんの生写真撮り届いてお ありがとうございますこんばんは悪質ら悪質じゃないよ良質だよ毎日見てるその時あいいじゃんいいじゃん横浜の赤レンガ倉庫前で寝終どういう状況 <laughs> 6日まで寝れないかもえー、めちゃめちゃいつもよりたくさん寝ていい状態で見て <laughs> 喉に影響出るあーそうなんだココハは結構頭が痛くなっちゃうかもな花粉で でも別に頭は大丈夫かな <laughs> 痛くても <laughs> 今月もコハちゃんとモロタンがセットでわ素晴らしい,いやいや今気づいたお今日も来てくれてありがとうあ,ありがとうございます赤レンガどういう <laughs> ブルーシートの上で寝てた人赤 <laughs> レンガ 赤レン落ち、ね、初めての単語 <laughs> えマジでちょっと配景みんな見てくださーいあ赤レンガのイベントあったんだ赤レンガ倉庫さ横浜行った時行かなかったんだよねだから行きたいなサンスカプセル せ嬉しい本編知らなかったらね面白いと思うけどえどうなんだろう本編しあーでもうーん基礎知識も全くのゼロだったらちょっとわかんないかもでもなん,かなんとなく知ってる人だったら全然めちゃめちゃ楽しめると思う,思うかな <laughs> でもな何て言うんだろうこう知っててこその感動ポイントがめっちゃあるかもしれない らんって感じなんか「あああの時ああだったらこうなって涙涙」みたいな <laughs> 勝手にそういうのがあるからいやでもわかんないな。てかさあジロ <laughs> いよゴムステマの決戦の映画なのよ今回。 てかさ、その映画館入ってみてたらさ、ヒロのさ、映画のさ、予告やっててさ、やばい、マジ楽しみになった。4月から多分アニメが始まって、8月2日に広ロの映画やるんですけど、もうやばい、広ロの映画はさ、前回の広ロの映画も映画館に見に行ったんですけど、めちゃめちゃ楽しみになったよね、普通に <laughs>。もうね、配給はね、シーズン6ぐらいまであるんじゃない 勉強しヒた,時にしてた広カ映画はねまあでもまあまあまあ戦いだよね <laughs> 映画のキャラが本編にね熱い激熱マジ広ローカの映画楽しみアニメマジ楽しみだけど今回気になった 予告見て気にななった映画はなんかあの佐藤健さんが出てる映画ちょっと何ていうやつかは忘れちゃったんだけどあとなんかあの変な家の予告もやっててでちょっとさなんか怖い系かなと思ってあんま別に見たいって感じじゃなかったんですけどなんか予告見て。 なんか人間の怖さ系だったの予告見る感じこれ大好物なのね <laughs> 人間の怖さ系大好物だからちょっと見に行きたいなと思っちゃいました変な家知らないんだけど原作とか原作知らないんだけどちょっと怖いやつかなと思ってちょっとなんか全然マークしてなかったけど予告見て見たくなっちゃいました <laughs> 変な絵面白そうだよねあそう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 4月になれば彼女はってやつそう,そう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 それ人間の子酒の絵が好きなんですよねこんばんはそれが面白そうでしたねドロドロっていうか何だろうでもなんかミステリー系とか好きだから めっちゃ見たあっだよね勉強, <laughs> 勉強でも結果的にできてるってことだもんねゴールドボーイえー、何だろうゴールドボーイこんばんはいやマジで久々に映画館行けてよかったですね最近行けてなかったからうん。<laughs>

ででも語れなないいじゃないですか普通に考えて <laughs> だから見た人と話したいんだけど <laughs> 人のドロドロ関係は遠くから見るのが一番 <laughs> ポップコーン買ってなーいえ今日はねえっとねうん下手ブロック通路側に座った。 劇場みたいな言い方して。八十五話なんだ。でもあっという間に見れる。と暇だったら、ええ、行ってみて。下手、下手ブロックの。通路側に座った今日は。 てか今日卒業式だったんんですねなんかいっぱいいたなんか花束とか持った人が高校生ああ卒業したんだっていう感じの人がいっぱいいましたでここはもう1年前卒業したってことですよね紙手最高あ結構前の方に座った妹おおめでとうおしめからレッスンもらいましたか <laughs> いやーちょっとねまあまあまあ勘違いしてもおかですからねちょ目合いました おにぎり、確かにおにぎりやればいいねえそういっぱいいました職業部やばい確かに亜美さんもか卒業式の思い出で印象に残ってることへえ JQ ブランドなくなるよ、ね、そうそうそう去年なくなっちゃいましたけどえ何だろうなうーん1年経ちました 卒業式はね、泣いいてない全然なんか振り返ればさ高校生楽しかったなって思うけどさ当時めっちゃこう学校とか嫌いだったからなんか別に何かがあ,あるから嫌いとかじゃなくてなんか普通に嫌いだったので <laughs> そ別になんかその原因があって嫌いだったとかじゃなくてなんか普通に嫌いだったから全あんまり寂しくもなくて <laughs> あんまり寂しくもなくてだから泣いてないんですけど。 三おあ美みちゃん卒業式もうすぐなんだダンスはね苦手ですねグレてないですよまだ4年しかおいいじゃないですかあそう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 通ってる最中はね嫌いなんですよ年齢そばれちゃうよ勉強まあまあまあ嫌いだったけど <laughs> 卒業式はなかったんですよね <laughs> でも何だろうな卒業式の思い出か えー、全然な,な,なんだろうなんかあるかななんかあるかなうん <laughs> いやでもなんかうん <laughs> だって卒業式の思い出いや卒業してますよちゃんと。 直近の卒業式覚えてすその1個前えー一個前の記憶あるのすごい高校の卒業式かあーでもあれだなんか卒業式終わった後に教室に戻ってあのーなんか一人一人なんか親への手紙を読むみたいなコーナーがあってそうそれはねなんか泣きそうになりましたね さすねみんなの前で読まなきゃいけなくてさ <laughs> ちょっと恥ずかしかったけどさええー、そうなんだ黒板に落書きしたんだでもめっちゃ青春 <laughs> ねっ涼ズの写真数決定したね素敵でしょでも恥ずかしかったよちょっとでもさなんかみんな真面目に読んでて偉いなって思ったそういうところでさふざける人マジでちょっと嫌だからさ <laughs> <laughs> そうだからみんな真面目に読んでてよかった中学卒業の時はみんな仲良かったから寂しかった卒業式ねなかなかなかったなどれも教室あええー、学校じゃないとこでやるんだ武道館です武道館いいなそうめっちゃ時間かかった <laughs> 高校の制服はね家にありますよ <laughs> 広島の <laughs> 真剣に読んでください <laughs> それぐらいかななんか思い出とかイベントが直近だったからそれだったのに用意機会あるかもしれないえー、それぐらいかな 武道家らしいいいね格好じゃななとこでやるんだなんだかもうあっさり卒業式終わっちゃってでなんか打ち上げとかもなんか開催されてたけど大人数が得意じゃなくいから行かなかったんですよでなんか別に髪も染めたいと思ってなかったし <laughs> だからなんか普通になんかしれっと終わっちゃったって感じでしたね私の場合あ大きなえー、そうなんだあ部活行ってたのすご 今、先生今何とかに入れてほしいもんえー、読み上げること <laughs> 一面でゲスおいいですねえー、その日もすぐ帰ったな帰ってなんかえな何かあった気がするんだよその日だからすぐすぐ家に帰って すぐママとどっかに行った記憶があるけどなんだっけなえー、全えー、全然覚えてないな <laughs> バレエ部の監督はお好みおーいいね記憶ほんと記憶ないね家帰ってもすぐねなんかすぐ家を出発した記憶あるんです一回家帰ってきてきママと すぐ家を出発した記憶あるんですけど <laughs> そこから何をしてたかが全然思い出せない <laughs> 何したんだっけえー、待ってめっちゃ思い出したいけどなんだっけカメラロールとかさかのぼればいけるかな <laughs> んハートありがとうございます流れ星もラビュー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  ラブユラブユちゃん <laughs> 卒業式に TR ねおしゃれだよねおしゃれだよね1年しか経ってないのにね <laughs> 高校卒業後え <laughs> そうなのかなちゃ分かんないええー、ね確かに脳の活性化あ同級生と会うのいいねあ,ーありがとう 全然思ってない <laughs> うん数字のテスト追試になりそうなぐらいできなかった <laughs> 大丈夫だよ <laughs> 全然覚えてないな1年前なのにね寂しいね 記憶って寂しいわ。小晩ありがとうございます。抜けていくの <laughs> あんまり覚えなくていいと思ってたのかな <laughs>。でもさ高校卒業してからさ高校時代の友達にワンチャン会ってない説いや,会っ,いや会ってない気がするな会ってないかもしれない。 合ってないかもしれないですね。くしゃみがマジで出そう。<laughs> え、そ、そうだ。記憶力は別にいい。声見に来てくれる。ええ。いやいやまあまあ外線ライブとかできたらね呼びたいけどね。こう名古屋に呼ぶ勇気はないというか高いから新幹線 <laughs>。 <laughs> 同窓会とかあるのかなそうそうないよね遠いのよね部活仲間とかね合わないねみんな今何をしているんでしょう <laughs> いやなんか SK 入った時は「おめでとう」って言ってくれたんですけど何してるかなそうだからね広島で凱旋ライブマジでやりたいですねでもさ ね気軽に来てて言えないんだよね名古屋って <laughs> 実際さだってココハもさ4か月広島に帰れてないから「止めー」えー、いいね。 高校生、卒業かえこのさなんか高校卒業し,してさちょっと暇な期間めっちゃよくない <laughs> めっちゃよくないなんかもう何でもねいいよねその期間も何してたかあんま覚えてないけどねダラダラしてたんかな <laughs> いや忘れちゃったな5年前に同窓会したけどみんないろんな人人生 そうだよねだってさ今まではさまあまあまあなんていうの週学校に通うってうもう大部分をさそのが学校が時間を占めてたけどさ違う人生歩んでるから面白いよね絶対 <laughs> DMM 見てる人いないと思うオタクしまくったけどいいね名古屋にいる人いなさそうサプライズ出演していいですか バイトしましまた、うん、いいねごは高校生の時はバイトしてたけど逆に高校卒業してやめたから <laughs> 何してたっけって感じ、ま、えっ、ー、そうなんだあ日ひなた行ったんだえっ、ー、ここ本当何してたんだろうね <laughs> 本当に記憶がなくて困っちゃうね ん <laughs> どんなに今中に <laughs> えし偉いよ偉いよ偉いよこんばんはでもは本当にもう10月くらいから暇だった記憶があるな10月くらいからもう暇だってから <laughs>。 めっちゃ暇な期間あるのに何してたんだろうね <laughs> え <laughs> 私の人生で言えないこととかないなホント乗っ取られてんじゃないかぐらい覚えてないこんばんはです覚えてないもんですよね <laughs> 確かにカムショット戦ってたのは間違いなさそう <laughs> 12123? 12 5ヶ月ぐらい。4、5ヶ月。暇だったよね。ヤンキーじゃないよ、全然。なんか別にそんな、表に出るタイプの人間ではなかったから。<laughs> あ、お花配信終わったんだ。ありがとうございます、来てくれて。ゲマントホールはね、あのー、ライブさせていただいたことあります。ゲマントホール。1回かなゲマントは 1, 1回かな焼肉屋で。うわぁ、いいな。 印象に残ることしてないね世界救ったのかな <laughs> 心地いい <laughs> こんばんは何をしてたんでしょうか記憶にございません <laughs> ただ前に配信してるから <laughs> 見に行ったらいいんじゃないですか <laughs> えそうワンチャンそう転生して戻ってきたかも遊びには誘えなかったそっかまずねそもそもさなんかさ人を誘えないんだよねだからみんな飛べって言ってるヤンキーじゃないよ <laughs> ヤンキーとはマジで真、ま、反対です戻ってきてくれしない転生し <laughs> やばい踊らなきゃあれ <laughs> もーいやでもね誘われたらね百発百中多分行きますね断れない性格なんでふっかれそうなんかふっかるじゃないけど断れなくて行っちゃうタイプ <laughs> 誘えないんだよね人とか。 焼きそば焼きそばパンライスカレーうんとか唐揚げイェイからあげイェー、それだよねわかるじゃんういう唐 <laughs> 揚げ、イェー、唐揚げ、イェー。 ってくれたあ今日ラーメン食べていいな遅くえ今遅い時間なのかなつい最近見てたコロッケコロッケいいなコロッケとかマジ食べてないわ最近やば唐揚げあげでさ 最後にさなんかインコみたいなさ絵文字つけるのさちょっとサイコパスだね。<laughs> 明日も公園だから23時までにしようとちょっと書いとこう。えー、もうテロップが反映されなかったよゃ できたできたセブンのコロッケおいしいんだ食べたことないかも焼きそばパンアイスカーレタたくあんかフライドフライどうなんだっけキッシンメンイエーイメシテライシじゃないわかんないお酒 <laughs> やばいコロ, <laughs> コロッケ美おいしいよ唐揚げイエーイ酢豚酢豚あんまり食べたことないな なんかさ、その今さ、あの、なんか、キャンペーンしてるとこあるじゃないですか、s k が。中華みたいな。あれでさ、酢豚のお弁当もあるんですよ。でも、もう、私はサンラータンが好きすぎて、もうそれ以外考えられなかったから、酢豚食べてないんだよね。酢取り酢取り確かに、たくあんだけ。アメリカンドッグ美味しいよね。牛丼、温玉、七味とさ。 <laughs> 一時期ハマったおいしいよねサンラーと <laughs> イエール <laughs> 待ってイエールやめて <laughs> イエーイお酒イエーイまあでももう,もう,もうやめて言わせないでよ未成年じゃない未成年ではないんだけど 一度は食べていいたただききえー、なんか美味しそうサラミとか好きだよあらびき何があらびきなんだろう中華好きなメンバーは私ですサンラえサンラータンしいですよサンラーターメン麺食べたことないここもそう飲めない人だからどこで食べれるん サンラータンあそこだよちょっと名前が分かんないやばい飯シテロわっよろしくですなんて言うあれだっけキャンペーン中のとこ <laughs> あの安くなるとこですねマグロのモンブランフーズしえー、いいねお寿司いいねお寿司イエーイお寿司イエーイ えー、飲めるようになってもさこう飲め飲まない気がするんだよねソシャ降りあ <laughs> <laughs> すいませんあそう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 そんなところ好きな中華料理はぜーんぶ餃子は美味はしいよね寿司寿司ください かわい可愛くないでしょこんなくしゃみ。<laughs> 優しい。あ混んでたしかにね。丸らないおすしいいね。いが素晴らしいはず。あんド豆腐いいね。くしゃくしゃください。くしオールマイティー。はきなくしゃみ。 そういえばさ <laughs> あの尾崎せりかさんの応援アカウントでもなんかあのここはがさ今ティーンズユニットの投票金できるじゃないですかそれをなんか告知告知っていうのなんか引用ポストしてくださってて尾崎せリカさんの応援アカウントのアカウントで。 <laughs> なんかもうそうなんか私は何もなんかお返しできなくて私はねさきせりかさんからさもうめちゃめちゃいろんなものを頂い,いてるわけですよなんかそう勇気とか <laughs> なのに私は別に何も与えられてないのになんかめちゃめちゃねそうやってご厚意でやってくださってるからもうなんかねちょっともうなんか。 どうしよううって感じ <laughs> どうやって返そうなんかありがとうございます <laughs> すごいなんかさ多分このティーンズユニットのさ存在を知らない方にも多分たくさん知っていただけたじゃないですかそのそれで知らない層の方とかにも多分知っていただけたと思うからめちゃめちゃ嬉しくて。 え、なんかどうしようと思ってね私はどうやって返していこうって感じですね本当にありがとうございますって感じですだからもうみんなもあのありがとうございね本当にありがとうございます, <laughs> ういますそうねご飯が頑張り続ければ大丈夫ですかね <laughs> 本当に優しくてびっくりしましたしかもなんか結構やってくださっててその 何回も優しくてごめんなさいって感じ本当にでも <laughs> ありがとうございますって本当にそういう感じですもう頑張ります <laughs> あのね頑張りますという気持ちになりました急に思い出したので言いました <laughs> ありがとうございます本当に出会いって素敵ですね個人アカウントねあったらね違うんだけどねもう 出会いまで坂の折り返てコンペトありがとうございます頑張っていきますあお帰りなさいませ鉄ナおいいじゃないですかおさきセリカさんの配信は本当にね永遠見てられるおすすめですね。 ロしてみてパセさんとか初めて見たけど <laughs> そういうのあるよねなんかさそういうの悪くないなんかさなんかちょっと充電充電なくなりましたそういうのあるよねパセリ知ってるのとかいうかもう知りまくってますよ <laughs> 恩人ですねねそういういのあるよ、ね、なんかさここはもさなんかそれこそなんか STU2.5 期生の岡田あずみちゃんと一緒にオーディション起きちゃった時に本人の前ではあずみちゃんって呼んでるくせにその家とかでママに話す時とかはあずみんとか呼んじゃったりしてなんかそういうのありますよね。えここはのことはさみんなさ今はここはちゃんとか呼んでくださってると思うんですけど誰かに言う時はなん 違う名前で呼んでる人とかいます <laughs> そういうのえそういうのあるよねあるよねパセ、ね、リさんって言えるようにおいいですねココハちゃんどこでもココハちゃんって言ってるココハティアンって呼んでます <laughs> あココハちゃん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  <laughs> えそういうのあるよねでも めっちゃおもろいパンダちゃんって呼ばれてるの私ココハピョンココハピョンあー知らあーいいいいですねありがとうございますあ確かにねココハだねココハちゃう自分の呼び方ああなるほどねココハたん えー、あなたを見て西井明さんに会いたくなったよバスも結構あるここはそういうのあるよね <laughs> いやお花とかもさ本人にお花って言ってるけどさ誰かと話す時は花なんて言ったりするかなそういうのあるここはだけど知り合いと話す時はここはじゃん 心地いい呼びしたさえいいよその由来がヤンキーじゃなければ <laughs> ココハティアンココハちゃんのこと気にしてくれてるえじゃあ好きになっていいよって言ってて <laughs> 奥野さんとか言わないで <laughs> いたします丁寧だなあああじゃないのよ「奥野ココハちゃんね」とか言ったりしてああなるほどね 文字にインパクトがあるので恥ずかしくて名字で言っちゃいました <laughs> いいですねいいと思います <laughs> 心地いい <laughs> <laughs> まさかの好評でした <laughs> 心地いいの <laughs> 由来が全然ヤンキーでなければいいんですけど 伝えてきます。よろしくです。ここちゃんここはさんここはた今ここ。<laughs> 熊ちゃんおっの人みんなここはちゃん目当てだよねって言われまくったよ <laughs>。いい流れ。<laughs> 菅原さんのしえー、そうなんだ。奥のここはさんフルネーム二三ここちゃんの辞書登録。<laughs> あわかる相手に合わせるのは本当にあるあるかも。え辞書登録とかありがとうねみんな。 <laughs> 由来がヤンキーはねちょっと「ココハン読みね確かにね「こコはん」って呼ぶのはなんかお花だけだったんですけどさつきちゃんとかもさ呼んでる気がする「ここはンって「こいこい」もたまに呼んでるかな「こいこい」って「ここはンって呼んでるんだけどたまに「ここはンとか呼んでるね。 ハートありがとうございます。え辞書登録してるの可愛い,い。ヤンチー心地じゃないよ <laughs>。奥の子何カツよ。ここ <laughs> えそう広がってくよね。ここターン。すきちゃん呼ぶしじないここはうんねうん。<laughs> ここみんはここみえどういうことここはのことここはって読んでます。モルタンさん確かにね今度呼んでみようかな。 今日一緒に知り合いにここはわっいい嬉しいそういうのいいねお制服埋め待ってますご飯と聞き間違えないよクれないココハって言ってるねコイはニックネームで呼び続けるとたまに名前忘れちゃうからマジはたりがとせば79あたりえー、そうなんだ年の差ね確かにね でも12期はさ多分ない方だよね年の差が上が制限上も下も制限あったからさもうそもそもなんか決まってるこの狭きもんだから <laughs> <laughs> ここ半曜日最初は花なんだそうだよそうです奥野さんやめてー <laughs> ちゃうえそうだよねそうだよね年の差だから、まあ、あるっちゃあるんだけど年の差最年長と国白の最年長と最年少だとそんなになんか大幅にはないよねこれかこれかプーニャンかわいいプーニャンあそうなんだそうなんだで国白たちは 2004年生まれが最年長でしょで20002010年生まれが最年少ですか違うかなコハ様ココハ様, <laughs> ココハ様呼び捨て令和やばいね令和生まれ 何歳差だ二千四年と二千十年六歳あっ言うて六歳だもんねだって二千年で2二千十年であってる二千十年ね十年やばいな <laughs> ここは5歳だからここは五歳差なんだわ指すとファンタジーいやいや 電話、えー、入ってくるまで私が絶対にいるからしててくださいコンペーターありがとうございますなぜかだっけもうココハの脳が小いやいやえっとね小学校はかぶってないんですよね学年的にコムタンあよかったココハがいる限り そう、小学校かぶってない世代なんですよ最年長と最年少で不思議不思議 <laughs> 早くて6年後 <laughs> そう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 霧かぶってないんだよねだからさ妹よりもさ小さい子とかなんだよね妹が高1だから <laughs> コン12歳妹がとうございちなのでそう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 ココハとおはんなとさえちゃんが同級生ですねそう全然みんな妹より下なんだよね だから妹がたくさんですよ <laughs> ミレイさんの一個多いじゃないここ花妹 <coughs> そうですね確かにだよねその一個えー、次とかなったらさまた18歳までとかあるのかなもうないのかな みんな妹になってしまった亡くなるのかな18歳までってそれともあんのかな<笑>ママ<笑>ママ<笑>やばいよ <laughs> やるかな ね、いいっぱい出れます上限あるかないや18歳かっていうのがね結構ポイント18歳マジでびっくりしたからね同い年がいなくなっちゃうあっそうなんだゆくりんと同い年なんだカラコンウィングウィンク <laughs> こんばんは。 チゃ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 チャチャチャチゃチゃチャチャチャチ来るの遅すぎた。うーん。来てくれてありがとう。ラストチャンス。ストーリーがあっていい。いやここはもうラストチャンスだったからね。制限的に。じゃあじゃあめんじゃない。これは詩人だよ。<laughs> いつも鉄のだけ当選します。全然同い年いなくてくさ。12応募しちゃおうかな。 急に応募しちゃいましょう生誕祭も食べたくなった助手してただけ花粉大丈夫じゃないです <laughs> 大丈夫じゃないです大丈夫じゃないですよそれはもう全然セーフだわこんばんはラストチャンスねありがとうこちらこそ意識したら負け確かに シャラララまいったねーえー、手伝ってたいめっちゃそういやさ生誕のスピーチ送ろうと思ってたけどいつか送ろうとメールで <laughs> ねだい大体二十歳までよねそうもんばんめにいつか送るわ いつかいつかいつかできるね <laughs> 一気に制服の見に行きたくなってうわっいてほしいぜひぜひ来てくださいその時はぜひ告破イリムで <laughs> いやいや制服の目もお腹だよねめっちゃ。 のぎのぎ正解黄色と緑と青ですでは枠投げましょうねだって当然そうなりますよね 明日楽しみおお楽しみにみんなで制服の絵見てください初恋なの初恋なの初恋が泣いている雨部やってほしいってめっちゃ言われます ながら、おしありがとうございます。明日そうだよ、明日制服の目だよ。みんなで行こう。制服の目。わ、いいな、マイカちゃん見てきます。いいな。な、西宮さんが配信始めた。あ、席分かったら。伝えてください。みんなで行こう。ここはじゃん、れー。あ、二十三時なっちゃった。 いつかやり,やりますねやりますねとかか <laughs> ではそろそろ終わりたいと思います明日は制服の目公演ですので制服の目公演でお会いしましょう DMM 見てくださる方も待ってます <laughs> それでは おやすみなさーい。頑張れ。ありがとう。ありがとうございました。こちらこそ。またねー。おやすみー。ここちゃんねー。ハーテナ。<laughs> バイバーイ。